健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。この番組は、私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺがお送りいたします。はい、始まりました。今回はミスほっぺの佐藤春菜とクリエイティブディレクターの木村博文さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。お願いします。木村さん、そういえば最近本出されましたよね。はい、そうなんですよ。 なんだかんだ毎年出してるんですけど。毎年出してるんですか。はい、10冊目の本が出ました。どんな本ですか。はい、これはすごいの。はい、結構今まで真面目な映像を書いてたんですけど、今回はスマホだけ顔出しなし、はい、隠れ YouTube、 そう、顔出しなし、隠れ YouTuber で毎月3万円を稼ぐという。気になりますね。見バレしないで毎月3万円お小遣い稼いじゃおうっていう YouTube で。でも YouTube ってなんか基本的に自分の顔を出すイメージがあるんですか。うん、あるでしょう。はい、大丈夫なの。キャラクターさえうまく作れば顔を出さなくてもね、十分収益化できる。顔出ししないで自分のキャラ出すってどういう風に出せばいいんですか。でもラジオだったらそうだもんね。あ、確かにそうですね。うん、顔出しなしでキャラクター作れてるからね。言われてみれば、うん、一緒。あ、一緒一緒。うん、ラジオ風だけど、どれぐらい出すんですか。なので、もういろんなパターンあって、はい、今料理動画なんか定番じゃない。あとペットの動画もあるよね。うん、あと Vlog って言ってね、普段の生活動画にしたりとかね。なるほど。あれ面白いよね。今回も僕の本でも、4人の VTuber さん出てもらったんだけれども、みんなそれぞれ、面白いよ。いや、気になる。どう、稼げるよ。稼げます。稼げる稼げる。ちょっと顔出しなしでこっそり、こっそりね、普段のほっぺのお仕事出しちゃおうかな。出しょう、うん、これ教えると僕 の、 お酒の飲み代タダになるんで。あ、そうなんですか。そうそう、いつもごちそうしてくれるんで。いや、もうじゃあちょっとぜひ ね、いろいろちょっと教えていただけたら。ね、でもおかげさまで本当に好評で、ね、全国で並んでるんで、ぜひまた読んでもらえたらなと思います。なんか詳しくはツイッターとかにも載ってるんですか。ね、あ、そう、ツイッターとかでもね、紹介してるんで、ぜひ見てもらえたらと思います。木村博文さんの名前で、ね、そうね、検索してもらう、そうです。はい、わかりました。検索してもらうと出てくると思います。皆さん、よかったらね、木村さんの本探してもらってデビューしちゃいましょう。ね、稼いでください。そう、稼いでください。稼いじゃいます。でもなんかすごくね、私ももう気になって木村さんの本読ませていただいたんですけど、私ちょっと本読むのが苦手で、ほとんど漫画読むことが多いんですよ。でもすごい読みやすくって、結構スラスラ読んじゃいました。そう、はい、できるだけ分かりやすく書いてるんだけどね。あ、そうなんですね。頑張って、すごく分かりやすかったです。あ、よかったですよ。はい、なんでね、気になる方はぜひ木村さんのツイッターだったりね、どういうふうなキーワードで検索すればいいですか。隠れ YouTuber。 隠れ YouTuber ですね。そう、これ流行らせようと思って。おお、分かりました。ぜひぜひ皆さん検索してみてください。ではね、ちょっと早速なんですけど、実はね、もうゲストが待っててくれてるんですよ。はい、じゃあ皆さんにね、ちょっと初めましてでご紹介するんですけれども、今回はほっぺの問い合わせを担当してくださっている西村智久さんをお呼びしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、隠れ YouTuber の西村です。マジですか。あら、はい、マジですか。嘘です、すいません。あ、でもこれから木村さんのプロデュースでデビューしますもんね。気になってしょうがないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、初めまして、ほっぺのお問い合わせ の対応させていただいている西村と申します。皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、めちゃめちゃ緊張してます。いや、もうね、西村さんは会社のね、打ち上げとかでも来てくださったりするんですけど、すごいテンションがね、高いというか、もうすごい面白い方で、テンションだけですね。初めて私会った時に言われたのが、これ言っていいかわからないんですけど、なんかいきなりこう私の前に腕を出してきて、僕って毛深いですかね。そんなん言いました。言ってきてね、なんかどうしてもやっぱ、毛深くないとは言えない状態だったので、みたいな、ちょっと困ってたら、いや、なんか僕の腕よく蚊が引っかかって出れなくなってるんですよ、僕の毛の中で蚊が死んでるんですよ、とか言って言われて、面白い人だなと思って。蚊ではなくて小映えですね。あ、小映え、失礼しました。そこ大事ですもんね。小映え、そう、これつかみですかね。あ、つかみ。いや、もう言っていいのかな。でもこれだけはしてほしいのは、はい、ちゃんとほっぺの、お問い合わせは、
ちゃんと真面目にもちろん対応させていただいてるんで、そこだけはちょっとよろしくお願いいたします、はい、そこ大事ですよね。そうです。やっぱりね、こうお問い合わせの内容、まあ、お問い合わせご意見いただいて、そこからほっぺの開発にこうご意見反映させていただいて、そこ聞こうと思ったら、ほっぺのお問い合わせって、はい、ユーザーさんから受けてる、ですね、今は両方ですね、両方あるんだ、患者様と、薬局様の両方から。そうですよね。ほっぺの場合と転職する手帳って使うのが2つのパターンがあるんですね、はい、1つはユーザーとして、ね、僕らが使うのっていうのと、はい、う薬局さん自体もユーザーでありますもんね。そうなんですよ ね、うん、やっぱりこう、お薬手帳アプリを使ってくださるのは、薬局さんも使ってくれますし、管理する方としてね。そうですね、管理する方として使ってくださるのと、あとアプリとして、患者さんが自分のお薬情報だったりをアプリで管理できるように患者さんが使ってくださってますね。やっぱりほっぺの中身とかね、ちゃんと分かってないといけないので、そこはね、すごく勉強にもなるし、いろいろこうね、システムのこととかも、ちょっと分からないこととかも、やっぱし、こう身になっていくんで、すごくすごい返信はしやすかったりとか、回答しやすかったりしますね。やっぱり私も問い合わせのミーティングだったり問い合わせの対応するようになってから、より一層こう自分の会社のこと、会社が提供しているシステムのことをすごく、ね、深く知るきっかけにはなりました。そうですね、なんか入ったばっかの頃に、はい、なんかお薬手帳はみんなやっぱ知ってるじゃないですか。そうですね、紙のね。そうなんですよ、はい、で僕も持ってるんですけど、その電子手帳、お薬の電子手帳っていうのは僕は初めて聞いたんで、だからすごく新鮮でしたね。で使い方とかもやっぱ分かってなかったんで、やっぱやり始めて、内容だったりとかどういう機能があるとかっていうのは知ったんで、こんな便利なもんあんだと思って。そうですよね、使うとやめられなくなりますよね、あれね。確かに、やっぱ紙の便利さもあるけれど、アプリだとなくさなかったりとか。それですよね、やっぱり。だってさ、電話帳のさ、ちっちゃいメモ使わなくなったもんね。そう、それ、ね、昔売ってたのよ、なんかね、マッチ箱サイズとかでね、ちっちゃい電話帳にね、なんかちっちゃい鉛筆がついたやつね、売ってたの。何年前、私知らないです。ね、多分ね、昭和の美容かもしれないんだけど、はい、そう、それが大体ね、はい、お財布の中とかにね、入ってたりとか、それ見て、公衆電話とかからかけてたね。あ、そうなんですね。だから今電話帳全部スマホに入ってるじゃない、そうですよね、もう今何でもスマホで管理してますよね。だそう考えるとあれだね、お薬手帳の電子化って別になんでもないっていうか、あれだね。そうなんですよね、どうですか、感覚的にはそういうお話、ご相談を受けると、どうですか、あんまりこうハイクオリティっていうかハイレベルな質問よりはもっとすごいなんかユーザーさんの基本的なところのやっぱ質問って多いんですかね。やっぱそうですね、なんかこう登録の仕方がやっぱしね、分からないから、今の話のように一番最初のところだったんですよ、そうなるとやっぱし今やっぱスマートフォンって結構でもみんな使ってるって思ってらっしゃいますけど、やっぱ使い方はねまだね、電話しかかけたことないとかね。そうなので、そういうね、そうですよね、まあ、ある意味すごいありがたいのは、普段あんまりスマホ使わないんだけどお薬手帳アプリほっぺは使ってるんだよねって言ってくださる高齢者の方もいらっしゃって、嬉しいですね。そうなんです、それってなんかすごくねありがたいなと思ってます。確かに確かに、で実はほっぺって毎日問い合わせのミーティングしてるんですよ、そうですね、そこでどんな問い合わせがあったとか、まあ、こういう意見をいただいてるから、システムの方に反映していこうとか、やっぱり使ってくださる方の意見ってすっごく大事で、そうなんだ、偉いね、毎日やってんだ。毎日やってるんですよ、実は、西村さんも毎日参加してくださってて、はい、あ、それはすごいですね。そうなんです、すごいんです、すごいんです、でもね、すごくね、いつも丁寧に対応してくださってて、すごく心強いです、私。ありがとうございます、はい、なんか誰でもあれですよね、味方にできそうなタイプですよね。そんなことないですよ、愛されタイプですよ ね、まあ、絶対ミラノビーチとか行ったらみんな周り友達、あ、飲み屋ですよ。ああ、そうですね、これは宜野湾で流してますけど、小座とかの商店街行くと飲み屋がオープンスペースで飲んだりするんですけど、もう歩いてる人みんな巻き込めるでしょ。そうですね、あれなんですよ、僕ちょっと台東区の方に住んでて、大丈夫ですか言って大
丈夫ですよ。ファンが押しかけちゃいますよ。もう来てください。なんですけど、あの浅草が近いので、はい、浅草に一人で飲みに行ったりとかすると、浅草いいですね。ね、その隣の人とかね、喋って、喋ってきますもんね。どこの子とか、ね、いいですよね。あの下町気質はね。いや楽しいですよ。皆さんなんか東京怖いところだと思ってるけど、全然そんなことないですよね。いや、そんなないですよ。そういう場所もあるだけでね。そうですよね。呼んでもないのに勝手に座ってくるおばちゃんとかいますもんね。いる、ね、いや本当いる、あ、そうなんですか。ね、ワストしてくれないのとか、ねね、話の間に割って入ってね。そう、まあね、はい、嬉しいんですけどね。西村さんだったらすぐ仲良くなっちゃうんじゃないですか。はい、ありがたい、はい、楽しいです。その勢いでそこであの、はい、本編をダウンロードさせるっていうのが、ね、あ、それはいいですね。やる気はないですね。やる気はないですね。わかりました。ちょっと、でも、はい、本当にね、あのもうほっぺって無料じゃないですか。いや本当ですよ、うん、ですごく便利ですし、やっぱ使ってほしいですね。確かに、うん、なんかあのシールを貼るのもね、めんどくさいし、お薬手帳はね、うん、そうシールもらってもね、うん、あれがねまた溜まっていくんですよ。そうですよね、分厚く分厚くなってね、うん、でやっぱあのね、病院行くから薬局行くから、じゃあ持ってかなきゃ、お薬手帳持ってかなきゃって、うん、結構ね、体調悪い時って忘れちゃうじゃないですか。そう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 、なんか僕去年入院したんですよ、ええ、まあ、ちょっとお腹痛いってなって、ええ、でそしたらやっぱしあの入院する前に、うん、あの薬手帳を必ず持ってきてくださいそうですよねっていうあれだったんですよ。またそこで探すのもね、ちょっとまだ時間かかるし、そうですよね、体調悪いのにこれ探すの嫌だなと思いながら、だからそう思うとその電子手帳になった時にすぐこう見せれるっていうのはやっぱし、はい、すごく便利だと思う。履歴がずっと残ってますよね。そうなんですよ、うんうんうん、そうですよね。どうですか、やっぱりその辺で、使っていくとやっぱり今度だんだんまたレベルの高い質問が来るんですか。そうですね、なんかこうあの患者様が多いんですけど、こういう機能が欲しい、ご要望が多いんだ。そうですね、でもそういうご意見もありがたいですよね。ありがたいね、うん、本当に使ってる人が何求めてるのかって、うん、そこで知れるじゃないですか。そうなんですよ、うん、だからそのための毎日この修例というか、うん、終わりがけにミーティングして共有させていただいて、あのね、うん、頑張ろうぜって。そうですね、頑張ろうぜってやってますよね、みんなでね。すごい、偉いですね。でも結構ミーティングはすごい真面目にみんなでやってるんですよ。本当ですよ、本当真面目です。そこ大事です。これは僕が入ったからダメだろうね。木村さんのせいかな。木村さんの声が素敵です。そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。寝る前にね、こうラジオで流しておきたい落ち着く声ですよね。そういう声になりたいね、本当にね。いや、でもすごい、もうなってますよ。なってますか。なってますか。よかった。じゃあ番組夜に変えてもらいましょう。夜ほっぺ。夜ほっぺいいね。何配信しますかね。夜ほっぺはね、またね話したいことあるんだけど、はい、今話せない。そうですね、ちょっとまだ早いかもしれないですね。これ昨日のあれ街で流れるんですか。流れます。あ、ダメです、はい、ね。あの、言っちゃダメなやつ、はい、言っちゃった、はい、あのそれこそ飲み屋で我々の間に入ってきていただいたら聞けますという、はい、そうですね、はい、でもさっきちょっと話戻っちゃうんですけど、あのまあお店とか行ってそこで仲良くなったりするとね、またこう地元のお友達が増えるっていうのも楽しいですよね、うん、そうですね、うんうん、楽しいし、なんかね、うん、仕事にもつながったりとか。あ、でもそれ本当ありますよね、うん、やっぱりそういう話出ます。出ます、出ます。健康、まあ、健康の話ってまあみんな ね、 そうですね、話しますもんね、うん、そうですよ。そうなの、この番組一応ね、はい、健康持ち歩くラジオなんですよ。素晴らしいです、持ち歩かなきゃダメですね。そうですね、例えば何がありますか。健康持ち歩く、健康を持ち歩く普段の生活でですか、はい、もちろんほっぺを持ち歩いてるっていうのも一つですし、サプリメント持ち歩いたりとか、あと連れて歩くっていう意味で言うとワンちゃん連れて歩いて心の癒し、あ、いいですね、一緒に散歩行ったり、ね、うん、健康とともにあのワンちゃんがいるとやっぱ健康になるんですよ、心が、ね、歩くもんね、歩きますもん、ね、うん、はい、ね、それだけでも違うもんね。そうですよね、そう、ワンちゃんと歩いて、でワンちゃんと行けるお店が最近増えてきてるんで、はいはいはい、そこであのちょっとワンちゃんと一緒にケバブ食べたりとか、うん、サンドイッチ食べたりとかしてて、うん、石村さんってワンちゃん飼ったりしてます。飼ってないです。あ、飼ってないですか。いや、さっき、いや、そうなんです、うん、実家にはすっごいいるんですよ、うん、猫が6匹ぐらい、うんうん、6匹もいるんですか。そうなんですよ、あの庭でね、うん、あのお誕生されて、あ、赤ちゃんから、それでお母さんが、えー、ね、それであと犬が3匹ほど。何犬ですか。
ミニチュアダックスフォンドが2匹と、はい、ヨークシャテリが1匹。ヨークシャテリアって毛が抜けないんですよね、確かね。あ、はい、そうなんですか、うん、確かですけど。もうあれですね、ヨークシャが大丈夫だった気がします。18歳なんで、はい、もういい年ですね、もうじゃあね、うん、ずっと寝てません、あの、本当に、なんだろう、マックロクロスキーみたいな。あ、へもうでもなんか健康はやっぱ気にしちゃいますね、なんか、もうサプリメントってあまり飲んだことがなかったんですけど、40超えてから、あの野菜ジュースとかってあるじゃないですか、で、なんかその、なんかこれ本当に健康になるのかはちょっとわからないんですけど、ハイトケミカルっていう、くず野菜を、それ毎日飲んでるんですよ。あ、それすごい体にいいですね。でもまあ、っていう感じの味がやばいんですか。キャベツ、人参、玉ねぎ、セロリ、かぼちゃ。セロリはなかなか強いですよね。を煮て、それをミキサーにかけて。自分で作ってるんですか。自分で作ってます。すごいですね。あ、それすごいじゃないですか。なんかそういうコーナー作りましょうか。え、作ってください。ハイトケミカル講座みたいな。あ、いいですね。ケミカル、ケミカル、ケミカル、あの西村さんのクッキングケミカル講座。はい、これ YouTube チャンネルでやります。あ、ぜひ。あ、やりましょうよ、はい、料理動画で。本当ですか。いいです ね、 ね、うん、ミキサーとかこだわってるんですか。いや、全然全然、もう本当にあるもので。へ、ですか、手でこうやってできるミキサーで、ドン・キホーテとか売ってるような。あ、そうなんだ、うん、手で、あー、ありますね、ハンドミキサーって。ハンドミキサーですね、うん、そうです、そうです。え、木村さん、なんか健康のために飲んでることとか。あ、それこそ僕、沖縄のシークワース、はい、シークワーのお酢が、はい、あの酢があるの。酸っぱそうですね。シークワーサス、これ美味しいね。初めて聞きました。これをね、牛乳で割ると、はい、あれのラッシーみたいなの。あ、ラッシー、絶対美味しい。すごい、むちゃくちゃ美味しいの、これ。あ、そうなんですか。そう、これあの、はい、北のヤンバルの方で取れるんですけど、美味しいの、これ。シークワース、シークワーサース、シークワーサース。これね、沖縄では普通にスーパーマーケットで売ってるの、はい、シークワーサー自体が酸っぱいのに、それでまた酢が入って、酢が入って、こう健康で、これが沖縄長寿の秘訣だみたいなことを教えてもらって。これはあの、ただ飲むと酸っぱいんだけど、はい、牛乳で割ったらこれラッシーみたいになるんじゃないかと思ったら、はい、本当になってむちゃくちゃ美味しくて。いや、ラッシー大好きなんですよね。これ毎朝、毎朝飲んでるんですか。でもこれね、全然苦じゃなくて、逆に飲まないと美味しくないから気持ち悪い。そうなんだ。これはすごい美味しくて健康にいいの、いいですね。いや、最高じゃないですか。ね、沖縄行くっきゃないじゃん。行くっきゃない、行くっきゃないですね。行くっきゃないですよ。今日ちょうど沖縄行きましょうみたいな話になりましたよね。そう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 、そう、仕事で。あ、仕事ですよ、もちろん仕事ですよ。もちろん仕事です、もちろん仕事です。はい、西村さんもね、はい、仕事で、ラジオ収録でね、はい、ラジオ収録で行きます、はい、いや、でも沖縄本当行きたい。いいですね、本当に、ね、体にいいものいっぱいあるからね。そうですよね、まあ、塩もそうだし、うん、ね、本当に、まあ、あとね、あの、うん、海のやっぱり幸の中でやっぱ体にいいものいっぱいあるんで。あ、確かに、うん、沖縄の方ってやっぱ海近いじゃないですか、うん、海の幸いっぱい食べるんですか、ね、食べるし、はい、まあ、あとね、お塩なんかもやっぱりね、うん、そう、ステーキなんかもやっぱり。あ、お肉もですか。そう、ステーキ、うん、なんか前木村さん、あの、お肉も有名っていうふうにおっしゃってました。お肉も有名、お肉屋さん、ステーキハウスはもう有名。飲んだ後はステーキ食べに行かせてもらって、その後はヒージャーね、ヤギ料理いただいて、ヒージャーいただいて。ヒージャー、ぜひ。ヒージャーってどんな味するんですか。あ、でもね、あの、臭みあるんだけど、ちゃんとあの臭み用 の、 あの入れるので、大丈夫、大丈夫、美味しい、美味しい。ヒージャーってヤギ、ヤギ汁、ヤギ汁、ヤギミルクみたいな感じ。うん、いや、もう本当にスープ。あ、スープ、スープ、スープ、それはね、あのね、僕らみたいな、あの、話してもダメなんで、はい、やっぱ行って経験しなきゃダメだね。絶対飲んだ方がいいですね、実際に。そうね、本場の沖縄で。そうそう、うん、全部胃が入ってるんですよね。そう、うん、全部胃、うん、今ね、心臓だけ確かダメなんですね。あ、そうなんですね。取っちゃダメなんですね、今ね、在庫でやってるみたいな感じ、ね、あ、そうなんですね、うん、私前沖縄行った時に、あの、トマトがすっごい美味しかったんですよ。あ、そうね、やっぱ味が違うよ、はい、うん、そう、全然違ってて、野菜が美味しい、うん、そう、美味しいの、本当に美味しいですよね。ジュースとかするとすぐ分かるよ。あ、そうなんですね。もう味の違いが、もう贅沢なトマトジュースができるよ、美味しくて美味しくて。それはちょっと飲まないとダメです、ね、いや、いいですね。自然と健康になってんだよね。なんかこの前ネットフリックスで、あの、長寿大国っていうので沖縄が、うん、取材されてました。ただ沖縄の人今歩かなくなってね、いろいろ問題になっちゃってるので、やっぱりそういうベーシックのところ、うん、基礎体力つける歩いたりとか、
まあ、階段上り下りとかやっぱこういうのは大事かもしれないね、うんうんうん、あなんかイメージ的に沖縄のなんつうの南の方だったりとか、うんはい、で結構坂が多いイメージが坂多いですよ ね, ねそうですよね激しいそうなんですよ、うん、結構急なところに家が建てたりとかしますよね、うん、そうそうそう、うんまあ、考えたらね、はい、本当に島だからねいやそうです隆起したら島だから、うん、海か山しかないんだよ、うん、そうですよね、うんそれだけにいいものがいっぱいあるんだけどね、いやなんか話してるとどんどん沖縄行きたくなるな行きたいです行きたいこのまま行くと西村さんじゃなくて沖縄の話で終わっちゃう沖縄の話ちょっと待ってください西村さんをどん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 ねちょっとお話深掘りしていかないと、ね、何でも聞いてくださいいいんですか何でも聞いてあちょっと、うん、あのあこれは無理っていうのじゃあ木村さんなんか西村さんの気になることありますかそうですね、はい、でもコンペの話やっぱ聞きたいなと思うんですけど、うん、はいどうですか一番いただく質問って何なんですかあこれはよくあの別にあの定数的な感じ定量的な感じで、はい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 、はいうん、もう本当に感覚でいいですけど、うん、一番多いのは登録ってやっぱり登録が多いっていうのはあれですよね個人情報だからしっかり管理しなきゃいけないからですよねそうなんですよ、うん、なんか結構ねやっぱ個人情報って、うん、結構ニュースでもね、うん、なんかこう漏洩するとかねそういうのもあるしねやっぱりあのほっぺ自体すごくこうあのね情報としてやっぱりしっかり管理はさせていただいてるので、うんね、そうですね今後ね、はい、どうなるか分からないけどマイナンバーとの連携とかそういうの出てくる中で、うん、電子薬手帳ってほらすごいね意味合いを持ってるじゃない、うんそね、その役割としてね、うん、遅かれ早かれ持たざるを得ないのかもしれないよねそうです ね, ね確かに、うんうんね、抗うべきところと抗わないべきところがあって、どうしても抗えないのってあるもんね、今 PHS 使えないもんねね、そうですねだからあの時僕ら抗ったよ携帯あの iPhone で一番最初出た時あ、そうなんですかなんで携帯って1500円ぐらいあの基本上高いんだみたいな、うん、俺はずっと PHS だしくらい確かに、ね、抗ったんですけどもうないですもんねそうですね、うん、やっぱり便利なものって自然とどん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 こう浸透していくんだろうなそうで、うん、一番いいのは、はい、その電子アップこうね、こういうふうなほっぺとかってアプリとかってこうアップデートができるじゃないですかそうですね更新ができるから、うん、これいいですよねでも自分のデータは残ってるんですよねちゃんとねそうなんですそれが大きいですよ、うんまあ、アップデートしていく中でちょっとこうデザイン使いやすいデザインにさせていただいたりとか、そうですね、UIとかね、あのお問い合わせでいただいたご意見を反映したあの、まあ、システム取り入れたりっていうことはさせていただいてますねそうですね、はいうん、なんかやっぱお薬を登録するっていう、うんまあ、その作業とかも、うんやっぱ QR コード読むだけなんでやっぱ簡単なんですよ、うん、あとはあの薬局さんがほっぺ使ってて患者さんもほっぺ使ってたらお薬手帳情報は自動で配信されたりするので、うん、そうですね、はい、そういうところもねおすすめポイントかもしれないですねおすすめですね、はいうんうん、でもあれですよね結構患者様ってあのちょっと使おうか検討してますっていう方よりももう使い始めたんですけどこういうことやりたいんですけどどうしたらいいですかとかあのあとこういう機能欲しいですみたいなねご意見が多いですよね、うん、機能はね多いですね、うんうんうんまあ、これからね本当にさっきのマイナンバーもそうだし、うん、いろんな、ね、電子処方箋とかいろんなね紐、うん、付けなきゃいけないっぽいものがいっぱい出てきてるから、ね、やっぱりなんだかんだでね、うんまあ、使う練習しとくっていうのもありですよねそうですね、うんまあ、無料でね使っていただけるんで、ね、はい、うん何でも電子化ですね、本当ね。そうですよね。今ちょっと話してて思い出したんですけど、結構薬局様ですとまだ使ったことはないんですけど、どういうものか知りたいですっていうお問い合わせが多くって、実は使う前のお問い合わせが、ね、そうですね。多かったりしますね。あのね、あの、うん、ちょっとびっくりするんですけど、費用がなんと佐藤さん無料です。そうなんです。そうなんです。なので、無料なんですよね、あの。うん薬局様からよく費用感を教えてくださいって、うん、費用いくらかかりますかとかって、うん、あ、無料ですよみたいな感じで、うん、すごいまさに水と空気みたいなもんですよ、ね、あ費用感ですもんね感で言うと水と空気みたいなもんですと、うん、やっぱ木村さん上手ですね、すごい見習います、ねね、なぜですかって言ったらただですからってね、やっぱ使わないと、ね、吸わないと、飲まないと、はい、すいませんえ今ちょっとスタッフの方が笑われてちょっとあの僕のお腹が
大丈夫ですよ、ちゃんと西村さんの BGM 入れといてもらった方が、はいはい、時間になったらちゃんと あれですよね、はい、なるようになってるんですよね、はい、ちょっとお二人に今日は会うんでちょっと緊張してご飯食べれなかったそうですね、はい、まあでもちょっとこう普段西村さんが問い合わせでねどういったことが多いかだったり、まあ、西村さんがどんな人かっていうのをちょっとこのラジオでね伝わったら嬉しいななんて思いながら今日はお話ししてました、はい、西村さんにまだまだねちょっと西村さんの味を隠していると思うので、まだなんかあれだもんね、まな板の上乗せたぐらいだもんね。そうですよね、なんかすごいまだ遠慮されてる感じの、これからちょっと木村さんがどん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 ね、はい、引き出しちゃいますもんね、はい、今日ラジオ初めてだったと思うんですけどどうでした、はい、すごく緊張だったんですけど、やっぱ佐藤さんと木村さんがこう、はい、うまいことこうやってくれてるんで僕はすごく喋りやすかったです。いやーよかったです、はい、また機会があればぜひよろしくお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今日はというわけでこのまま次の回も出てもらおう、はい、そうですね、うん、嘘でしょ、うん、じゃあちょっと次も出ていただきましょうか。はい、わかりました。じゃあ本日西村さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。